ヤンウェンリ准将。私は少し考え違いをしていたようだ。どうかね、今夜一杯。今日はうまい紅茶を飲みたいだけです。一人でね。あの戦艦の指揮官が分かりました。ヤン・ウェンリー准将、かつてエルファシルの英雄と呼ばれた男です。厄介なことになったよ、キルヒアイス。は？私は今まで4つのことだけを考えていた。ええ。一つはこの帝国をどうするか。もう一つは姉上のこと。そして親友のこと。さらに我が艦隊の将兵たち。だがもう一人、無視できぬ者が現れた。どうしました？せっかくの紅茶、気に入りませんか？ヤッコさんの名前が分かったよ。ヤッコさん？白い船の司令官、ラインハルト・フォン・ミューゼルというそうだ。ヤン・ウェンリー・准将。ラインハルト・フォン・ミューゼル。これは星屑のように光る英雄たちの中の小さな二つの星の始まりに過ぎない。二人の英雄の戦いはここに始まる。